先日、モッティービーチャンネル登録者数8万人突破しました。ありがとうございまーす。いやー、8万人ですね。とうとう8万人ですね。いやもうほんとね、毎回毎回売ってますけど、あの、ほんとチャンネル登録してくださってる皆さん、そして毎日毎日動画ご覧いただいている皆さん、本当に改めて、 ありがとうございます。もう感謝感謝でございます。本当にね。えー、みんなが見てくれているからこそね、もっ t ーっていうのはますます成長できてますんでね。まあ、皆さんどうぞ引き続きよろしくお願いいたします。ということで、こちらの企画、やっていきたいなというふうに思います。第、 8回スプラトゥーン大フレセン大会もう本当に毎回毎回毎度恒例のお馴染みの企画になりました。えー、スプラトゥーン第8回フレセン大会、今回もやっていきたいと思います。今回はですね、なんと、今週末、早 !10 月の2日日曜日の3部構成でやっていきたいと思います。13時、16時、20時の3部構成でございます。で、各部の45分前からウフレコ受付開始ということにさせていただきたいと思います。もちろん、 YouTube ライブにて生放送しますんでね、皆さんぜひとも見に来ていただきたいというふうに思います。で、まあ、今回はですね、あのー、前回に引き続き、まあ、大体のことは、えー、同じようなルールでやろうかなというふうに思ってるんですが、いくつかですね、あの、付け加えて、えっ、ー、と、ルール追加でやらせていただきたいなというふうに思います。まず、一つ目。今回は、 ランク50の方限定で参加可能にしたいというふうに思います。えー、ランク50、まあ、サブアカですよね。まあ、一人一回だけですよと。言ってるにも関わらず、第1部と第2部で一回ずつ出たりとか、第2部、第3部第、あのー、全部出たりとか、なんかそういう人がいた。で、バレてない人もおそらくいるが、明らかに動画を見直したらこれ絶対サブアカだよねと。ランク5、6の人間がこんな動きできるわけないよねと。まあ、いう人も、 かなり見受けられたんで、今回は、ランク50の方限定にしたいと思います。なので、49,48,47、それ以下の方々、申し訳ないですけど、参加、できません。申し訳ない。怒るんだったら、そいつら怒ってくれ。マジで、っていう感じなんですけど。まあ、当日までにね、あの、ランク50まで上げてくださったら全然参加登録可能なのでね。まあ、あの、もし、50マジかっていう方は、ちょっとね、頑張って、ランク50まで上げていただきたいな、というふうに思います。 はい。そして二つ目のルールですが、こちら今度試合中に関するルールです。試合中は必ず伝説の帽子を着用してください。はい。伝説の帽子というのはですね、えー、ランク50になった記念にジャッジくんが、えっ、ー、と、ロビーというかフロントでくれる、えー、帽子ですね。頭が攻撃ギアで当たりメイドのやつですよね。はい。こちら着用してください。なんでかというと、えー、試合中はランク50なのかどうかっていうのがわからないんですよ。 試合後のリザルトで初めてランクっていうのが分かるので、あの、フレ戦なのでね。フレ戦というか、まあ、プライベートマッチなので。なので、必ず、試合中に、あ、この人ちゃんと、ランク50でルール守ってくれてる人なんだなっていうのが分かるようにっていう、まあ、そういう目印ですね。要はね、えー、着用していただきたいと思います。あの、どのルールだろうが、どのステージだろうが、どの武器だろうが、必ず、えー、頭に伝説の帽子か被ってください。よろしくお願いいたします。 はい。ということで、それに加えてですね、あとは、ま、あチャット欄で当日、嵐行為をした人とか、まあ、あとは、明らかにこう、試合をみんなで楽しもうとしているのに、明らかに煽り行為をしたりだとか、ま、あものすごくこう、迷惑行為をしただ、したりだとか、まあ、あとは名前でね、あの、人の迷惑になるような名前とかを使う人とかが、ま、見受けられましたら、えー、このルールを守れなかった人とともにですね、あのー、そういうのを発見しましたらですね、任天堂ネットワーク ID を公開させていただきたいというふうに思います。えー え、ま、前回も発見できた人間に関してはそういう処置を取らせていただきました。まあ、かなりこの辺は厳格にやりたいなというふうに思っておりますので、まあ、ここはきっちりですね、皆さんで楽しむこと、楽しむ大会ですからね。え、ガチマッチでガチで対抗戦で勝ちに行くぜみたいな、そういう感じではないので、お祭りですから、楽しくみんなで最後までやりたいなと思ってますので、ぜひとも、皆さん協力よろしくお願いいたします。 他に関してはいつも通りでございます。で、えー、いつも通り参加者、参加方法についてですね、えー、13歳以下の方の、えっ、ー、と、フレンドコードの手動認証が必要の方も、今回も、えー、同じようにやっていきたいと思います。抽選で全18名限定で、えー、と、今週の金曜日の夜、 23時59分まで、金曜日いっぱいまでに、えー、モッティのメールアドレスに任天堂ネットワーク ID と名前を送っていただきたいというふうに思います。で、その中から抽選いたしまして、当選された18名に土曜日中にモッティから、えー、返信が行きますので、えー、その際にですね、必ずモッティから返信が来たら、僕のフレンドコードをですね、えー、登録していただきたいというふうに思います。で、この13歳以下の手動認証の方は、当日13時の第1部、 に、のみ参加可能です。第2部、第3部参加したいですというのは全部抽選落としてますので、必ず第1部に遅れずに来ていただきたいというふうに思います。 そして、14歳以上の方はいつも通りですね。第1部、第2部、第3部の開始45分前に、えっと、各、えっと、第1部、第2部、第3部の放送 URL のチャット欄に来ていただきますと、ま、僕も喋ってますし、リスナーさんもいるんですけども、ま、そちらに来ていただいて、ま、モッティの合図とともに、ま、45分前ぴったりに開放しますので、そのタイミングで、フレンドコードスパッと。 送ってください。で、えっ、ー、と、同タイミングで送っても落ちる可能性はあります。で、過去2、3回はマジでそういう人が多発していますので、ま、結構登録できるかどうか、まあ、運になってしまう部分もあるかもしれないですけども、まあ、チャンス3回ありますから、3回諦めずに登録していただきたいというふうに思います。はい。で、あとは必ず1人1戦だけですよ。第1部、第2部、第3部のどれか1戦だけで、えー、参加よろしくお願いしますと。 ということで、お送りしますので、ね、あの、腕前は S プラスだろうが、A だろうが、B だろうが、C だろうが、全然構いませんので、S でもいいのでね、えー、楽しんでいただきたいな、というふうに思います。皆さん、ぜひともルールを守って、参加していただきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、改めて、10月の2日、今週の日曜日、第1部内部に部第3部、第8回モッティのフレセン大会、ぜひとも、 お楽しみに。ということで、今日はお知らせ動画ここまでです。また、日曜日にお会いしましょうモッティーでした。バイバイ 待つのは勝利かよっしゃーそれとも敗北かああ !200 隻以上の歴代戦艦が登場。世界の覇権をめぐる物語。本格派回戦シミュレーションゲーム。ウォーシップサーガウォーシップサーガダウンロードは概要欄のリンクから。